ビッカース・バイ・カウントビッカース・バイ・クウントブリティッシュエアウェイズのバイ・カウントビッカース・バイ・カウントは1953年に就航したイギリスの中距離ターボプロップ旅客機である第二次世界大戦後開発の第一世代の旅客機であり商業用としては世界初のターボプロップ輸送機であった1963年までに445機が生産された 第二次世界大戦後のイギリスの航空機産業の見通しに関するブラバゾン委員会の提言を受けて開発された機体の一つである。24名ほどの旅客を乗せて1750マイルまでの路線を200マイル H の速度で運用されるターボプロップ旅客機として計画された。1940年代としては中型といえる機体クラスの割には多発な4発機となったが、これは ターボプロップエンジンの量産実用化初期の時代であり、総発ではまだ十分な出力を得られなかったためである。BEA のバイカウントフィリピン航空のバイカウント、ブラック航空のバイカウント1948年に初飛行したモデル630は英国欧州航空の要望で乗客数は32名に増やされ速度は275マイルパーアワーであったが、 航空会社の運用コストの削減の要求はさらに乗客数の増加と速度の向上を要求した座席数を53に増やし速度を308マイルパーアワーに増加したモデル700は1950年8月28日に初飛行したこれが最初の量産モデルとなり1953年4月から BEA で世界初のターボプロップ機の運用が 開始された。戦後型にふさわしく当初から、余圧構造を採用、ターボプロップ方式による高速に加え、低振動で静粛性にも優れ、従来のレシプロ旅客機から乗り心地を格段に、さらに全長を伸ばし、71座席にしたのがモデル、800である。エアカナダや、KLM オランダ航空、クバーナ航空や全日空をはじめとする諸外国の、 航空会社でも採用された。日本国内では、モデル700、ついでモデル800の、計11機が、いずれも、全日空で活躍した。就航当時、レシプロ機より高く飛ぶことを利用し、バイカウント航行中に、客室乗務員が、ただいま当たり機のもとに見えてきましたのが、先に出発した日航機でございます、とアナウンスし、また広告では、テーブルの上に、 タバコが立てられますと PR するなど当時のターボプロップ機の快適性や性能を象徴する出来事として知られている。しかしながら日本航空が国際専用に導入したダグラス DC-7 や同じく最新鋭のジェット機であるコンベア880を相次いで国内線に導入したことからこのような優位性もすぐに失われることとなった。 ブラバゾン委員会で企画された大小にわたるレシプロ、ターボプロップ、ジェットの各種輸送機は、その意図に反し、各種の欠陥を露呈するか、市場の需要を見誤った企画であったりしたため、多くが商業的失敗に終わっているが、バイカウントは、堅実な性能と市場ニーズに合致したクラス設定によって、販路を広げ、シリーズ合計400機以上を生産する、まずマスの成功策となった。 しかし、ロッキード L-188 などのより大型なターボプロップ機との競合や、シュドカラベルやコンベア880などのより高速な、Z 機の中短距離路線への進出を受けて受注が伸び悩んだことや、東側諸国や発展途上国においては、遺留イナス -18 にも、顧客を奪われることになった。さらに、イギリス製の中短距離用、Z 旅客機である、 BAC1 から11の開発が進んだことから、1963年に生産を中止した。その後は、BEA の後継である、British Airways や、Virgin Atlantic 航空が1980年代まで運航したほか、東南アジア諸国やアフリカ諸国の航空会社に払い下げられた機体が1990年代まで運航され、2009年に、 今後の航空会社から退役したのを最後に姿を消した。現在はイギリスやカナダ、ニュージーランドの博物館で数機が生体保存されている。ターキッシュエアラインズのバイカウントラオス王立航空のバイカウント。ありがとうございます。